この町で少数民族たちが続々と集まってそこでマーケットが開かれるらしいのよ。すごい、いっぱいいる。赤いの塗ってる。セリー、セリー。へぇー。なんで？なんで？ガラガラガラ。あ、ムンペア。バカイロの茨城さぼきです。お願いします。というわけで今日も元気にカタールのワールドカップ目指しながらアフリカ縦断しドラゴンボール探していくわけなんですけども、はい、今日も引き続きドラゴンボール探し、バイ少数民族巡りツアーです。あのさ、はい、さっき行ったところの部族の村長にさ、あるか確認してないよね。いや、あれ村長いなかったから。いたよ、絶対。言ったじゃん、しゃべりか、俺に言ったそれを。それ言ってないけど。はい、じゃあ連帯責任です。いや、俺じゃなくて探してんのお前だろうが。いやでも聞いて、今小さい町に来てんだけど、うん、その少数民族たちの村に訪問するんじゃなくて、うん、この町で少数民族たちが続々と集まってそこでマーケットが開かれるらしいのよ。うん、ってことは一度にいろんな部族を見れるってことなんですよ。おお、いいね。はい、もう光ってます、そのマーケットのところで。え、その部族たちがドラゴンボールを持ち寄って集まるってこと？そう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 。だから村長たちが。そうそうそうじゃねえわ、そんなわけねえだろ。というわけでここでマーケットが開かれるみたいなので、はい、あのそこで探していきましょう。はい、それではやっていきましょう。レッツオガ茨城さん。ケイヤーファルっていう町に来てるんだけど、そこで多くの部族が集まって、うん、あのマーケット開くんだけど、うん、ここに来る道中にももうすごいいろんな部族の人が歩いて向かってたから、竹馬乗ってるやつらいたね。いたいた。その写真がこちらです。実はこの街に昨日も来てるんだけど、昨日は全然賑わってなくて、うん、火曜日木曜日土曜日にマーケットが開かれるらしいから、うん、その日だけ盛り上がってる。これはバンナ族の女性です。なんかスカーリョウみたい。ダセーな髪型な。え、なんて、なんかあれ髪型ダセーな。誰が言ってんの。うわ、すごいいっぱいいる。そこなん。え、はい、ね、あれ彼女できた。何、彼女つったね。これタバコなん。あ、うめる、うん、これ、look、chewing、これを、うん、あの歯茎の裏に入れて、うん、なんかアメとかチューイングみたいに、なんかどっかでやってる国あった、うん、それ。なんか今までさ、うん、各地でさ、世界各地で市場とか回ってきたじゃん。うん、ここはなんかあれだね、よそ者扱いされまくるね。ね。まあオール黒人だからな。あ、まあそれもあるね。観光客もいないしね、全然。うん、もう本当。部族間同士で生活必需品を週に3回購入し合うみたいな、うん、売って購入するみたいな感じなんだろうね。うん、へー、カラフル。これ結構いい生地だよ。かっこいいし。あ、生地めっちゃいい、うん、めちゃめちゃいい生地だよ。どうやって作ってんだろうね、折ってんの。ヨシキに聞けばいいじゃん。もしヨシキいないね。ああ、ん？兄貴。気持ち悪い。うまい。味見していいって。うん。あ、蜂蜜だ。プーさんか、お前は。いや、蜂蜜食べたい。ちゃうねん。はい、というわけで、ハマル族という部族のマーケットにやってきました。はい。買いで、はい、なんかこれ何あったよ、お土産のところに。嘘。お魚は。ああ、なんかこの首についてるやつ、うん、でっかいのついてるやつは第一夫人。夫人。丸いのしかついてない人は、うん、第二妻。うん、一夫多妻制なんだ、やっぱここも。深いの塗ってる。バターとか赤い土の粘土を練り込んでて、うん、で一生髪洗わないらしい。じゃあ食えるってこと？食えるか、お前思考がデブやな。だってバターって言うから。バター塗ったパンは食えるけど髪の毛やぞ、うん、しかも泥塗ってる。変なの。変だな、お前もで。なんでやねん。ラブラブやん。あ、おいしそう。
なんで？ガラガラタ。あ、ムンテア。ガラタ。はい、今マーケット歩いてたんだけど、このカメラ向けると、なんかその女の人たちがみんな怒って気性荒いから、服掴んでくるわ、引っ張ってくるわ、金請求してくるわで、撮影がちょっと厳しくて、今急遽回して、今ちょっと逃げようっつって、一旦逃げます。怖いんだけどなんか。楽しいじゃん。お皿？これ。うん。ムルシ族の、村にやってきました。はい。ムルシ族はここにお皿をつけている部族で、うん、そのお皿の大きさが大きいほど、うん、その美しいとされてる。なんかアフリカといえばみたいな部族で、ね、そうだね。この村にはこの大きさで450人ぐらい住んでるんだって。すごいよ。だから1個の家に10人以上は寝てると思うよ。すごいね。うん。あれ。Selling, she's selling. How much? このムルシ族は、うん、なんかこういう少数民族で一番の金持ちらしくて、うん、っていうのもその珍しいから観光客がめちゃめちゃ来るんだって。うん、どんくらい持ってるかというと、うん、男性が女性に結婚を求める場合、この部族は、うん、36頭の牛を送るらしい。36頭も？すごいね。その牛の価格は分からんけど、36頭の牛をあの払うらしくて。かわいいんだけど、みんな。これ、ちょんまげ触ってる？うん。Making powder. 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 This one. Sorgo, look, this. これで、うん、なんか、種みたいなのをすりつぶして、うん、粉にして、それでパンみたいなのを作るんだって。パン、うん、へぇ、これ、うん、はい、なるほど。The man don't do this. The man is going to the bush. おぉ、おぉ、おぉ。今日はね、美味しいそば粉が入ったんで、うん、これちょっとね、水の分量注意して、うん、やってって、うん、で、結構そば打ちには自信あるんで。パンだよ、これ。これパンだよ。これパンか。そばじゃないね。亀。こんな生きてるちっちゃい亀初めて見た。最初俺首飾りかと思ったもん。ね。ああそんな感じで持ってくの。みんな興味津々や。なんか硬いんだけど。はい、というわけでムルシ族でした。うん。で次の部族もね、今日はたくさん回るので、うん、次もお楽しみに。バイバーイ。僕らもゴキです。続いてのイバシ様、ハマル族の成人の儀式ブルジャンプを見学しに来た2人。女性に混ざって踊ったり最初は楽しかったのだが、後々知るこの全く理解できないムチ打ちに言葉を失ってしまう。どうなりました？これが司祭が入ってる会社の名前です。うん、 What is the name? Andernet。 え？ Andernet。 Andernet Tours is Andernet Tours and Car Rent and Club。これはすごい良心的な会社で、うん、まあ、値段も安いんだけどツアーの内容がめちゃめちゃ濃くて、うん、で俺たちの要望に全部応えてくれて全部アレンジしてくれるので、うん、ぜひエチオピアに来た時民族巡りしたいなっていう時は今後の連絡してください。で司祭がいるから、そう、グッドガイズ司祭。サラムのあれ